大会だったんですが、2回目春の餃子大食い大会はなんと女性オンリーでございます。これね、どうなっちゃうんでしょうかね。出場選手を呼びたいと思います。普段からめちゃめちゃ食べるのが好きなので、私にぴったりの大会だと思い出させていただきました。勝たなければ意味がないので絶対勝ちます。一位狙ってます。制限時間30分間で餃子12人前、個数にすると60個、一番早く完食した方にはなんと水曜の餃子1年分が贈呈されます。審査員は会場の皆さん全員でございます。ぜひ皆さんですね、この肉食レディースたちの食べっぷりをご覧いただきたいと思います。いや、すごいですね。これだけの、ね、数の餃子が一つのテーブルになるのはちょっと圧巻ですね。よいスタート。エントリーナンバー、5番6番のお二人がですね、なんとビールがご用意されております。3皿目を1つ食べたところでございましょうか。あとは僅差でしょうかね。2皿目の方、やっぱ勝つしかないね。勝つしかない。前に座りまして、たまに歌わせていただいております。やっぱ逃げても勝つしね。もう今感極まってコメントが出ないそうです。もう美味しすぎてコメントが出ない。3皿目終わって、4つ目なんですが、どうですか。ちょっと今鼻をすすってらっしゃいますけど、花粉症ですか。勝ったらね、何度も言うこと聞きます。本当ですか。はい、じゃあ作りに行ってください。でもやっぱり表情を拝見すると、まだまだいけるものは感じですけど、いかがですか。美味しいです。ぜひ完食を目指して頑張っていただきたいと思います。一言だと思って。はい、一言です。今日は完全に一言です。さあ、どれだけ食べてもまだ目の前は餃子の絨毯が敷かれているような感じでございますね。菊本さんですね、5皿目が残り 1.5 個となっております。じゃあ、すみません、生ビール1個お帰りです。どうですか、お味は。お箸が止まってガールズトークが始まりますね。完全にもう叩く
残り時間5分となりました。残り時間5分です。ある程度色気を超えると気持ちよくなるそうです。名言が出ました。皆さん今日限界まで、頑張ってください。もう自分へのチャレンジです。皆様の表情がちょっと、辛い方、そして笑顔の方に混じっておりますけども、足が止まってきた感じでしょうか。さあ残り時間があと3分ですね、残り3分となりました。まだいける。さあそう、会場からまだいけるという声も、ぜひ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 。さあ皆様ラストスパートでございますよ。さあ2分でどれだけ食べることができるか、どれだけ記憶を伸ばすことができるか。人生は餃子しかない。さあ人生餃子しかない、そんな声も上がっております。さあ皆さんちょっと辛い時間帯でしょうか。残り時間1分を切りました。さあ残り30秒です。エールをお願いいたします。さあ残り30秒、もう残りラストスパート、ラストスパート。はい残り15秒となりました。はい20個でーす。20個でもね、結構な量だったと思います。28個、27ですね、27個、26個ですね、はい、26個、みんな上がりました。32個、31ですね、はい、ちなみに5、6の2人はビールを2杯目召し上がってます。個数でいくと今日のナンバーワンはエントリーナンバー5の菊本陽子さんです。一人ところ行くじゃなくて一人ものづらね、みんな分けてやろうと。そうすると、1位の餃子1年分を選手の皆さんで仲良く分ける。水曜大好き、ありがとうございます、ありがとうございます。そう言ってもらうだけ嬉しいです。ありがとうございます。ちゃん本当は60個食べたかった。でもすごい美味しかったんで、ありがとうございます。本当に正直な話、実は絶対勝てると思ってたんですよ、本当に。そうなんです、ところがどっこいっていう感じなんですけども、もう最後の方はね、なんかもう水で流し込んでました、餃子を。水曜の餃子はいつ食べても最高に美味しいんですけど、今日ゴールのズボンで参戦したんですけど、さすがに無理でした。ちょっと、ありがとうございます。今日はお腹いっぱい食べさせていただきました。美味しかったです。もう最後ちょっとビールの飲みすぎてちょっとビールを飲まなければ楽勝だったかなと思うんですけども、今度餃子だけのために行きたいと思いますので、じゃあ今度はリベンジで、はい、頑張ります。ご協力いただきまして、選手皆様ありがとうございます。それでもということで皆様本当に、いろいろ応援してくれてます。選手の皆様ありがとうございました。第2回餃子の水曜春の餃子大食い大会以上でおやめ。